はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。はい、ということですね、今日はですね、皆様でですね、節約メニューをねお教えしたいなっていうふうに思います。豚こま肉ね、豚こま肉安いですよね。スーパー行ってもね、うちだとね 100g で100円以下で買えるんですけども、豚こま肉ってもう炒めるぐらいしかないかなっていうふうに思ってる方いらっしゃると思うんですけど、今回はですね、豚こま肉をステーキにします。ステーキですね、はい、安いね、豚こま肉を素敵なステーキにしていきます。はい、やっていこうと思います。はい、ということでね、やっていこうと思います。まずですね、美味しいステーキを焼くためのコツを皆さんにお教えしたいと思います。まず、何が大切かというと、エナジーが大切なんですよ。エナジーがないとね、活動できないんですよ。なので、下ごしらえに僕にエナジーを注入していきます。今日、エナジーを注入するのは、エナジードリンクのライジン、ハードジンジャーですね。ゼロカロリー、ゼロカフェイン、ゼロシュガーですね。なんだけど、飲んでいきます。ということで、今から一度もゲップをせずに料理を作っていきたいと思います。体がね、エナジーで満ちてます。まず豚こま肉 200g です。はい、あれに入れてください。これ、このあれに入れてくださいね。はい、ここにですね、片栗粉小さじね、2ぐらい、はい、先ほど小さじです。はい、塩と胡椒ですね。揉み込んで成形することによってステーキにね、していくんです。こいつをですね、こんな感じでね、こんな感じでね、ステーキみたいな感じにまとめ上げるんですね。これがね、うまいんですわ。これが豚こま肉ってね、薄切りになってるので、肉食ってる感じっていうのはあんましないと思うんですけども、肉の食感すごくね、美味しいんですよ。置いておきますね、こんな感じでね。そうしましたらですね、もう早速焼いちゃいます。はい、フライパンを熱してですね、バター 10g です。今回ね、バター使うんですけども、バターじゃなくても美味しいです。サラダ油でも全然美味しいですので、お好みで、変えてください。バターの香りを豚こま肉に移していきます。火加減はですね、バターが溶けたら中火ぐらいでいいです。バターが溶けましたら、火加減は中火のままでですね、肉を、はい、こんな感じ で片栗粉でまとめ上げることによって、豚こまがですね、一枚肉のような感じで、焼けるんです。このね、レシピの特徴になっちゃう。で、本当にステーキを焼いていくように焼いていく。で、注意事項としては、片栗粉も入ってて、お酒も入ってるんですけども、中までね、ちょっと火が通るのが、少しね、時間がかかります。なので、中まで火が通ったのを確認しながら焼いていくんです。だからちょっと長めに焼きます、これ。中火のちょっと弱火ぐらい、ちょっと弱めの中火ぐらいで、じっくりと焼いていきます。今回は。じっくり焼いて、この裏側に。ひっくり返したら、ちょっとね、蓋をして蒸し上げてください。そうするとね、中に火が通りやすくなります。はい、じゃあですね、蓋をして、弱中火で4分焼きました。こちらです。肉の旨味が詰まったこのフライパンでソースを作っていきます。特殊なステーキソースになりますので、この残った豚の脂とバターとウイスキー、いつも飲んでるやつですね、一つはフライパンに入れます。はい、一つはグラスに入れます。皆さん、お待たせしました。はい、飲んでいきます。使うウイスキーはね、スコッチがいいです。で、ここにですね、醤油大さじ1半ですね、はい、みりん大さじ1半ですね、お砂糖、小さじ半分ぐらい、大体でいいです。甘いのが好きな人は甘いのいっぱい入れてください。おろし生姜 5g 分ぐらいですかね、少し煮詰めてソースにしていきます。ウイスキージンジャーソースになります。最後にうまみ調味料2振り大変美味しいウイスキージンジャーソースの完成になります。これがうまいんですよ、これが。で、こちらのステーキに黒胡椒、豚こまのステーキ、ウイスキージンジャーソースの完成です。はい、ではですね、できましたので食べていきたいと思います。いきますよ、肉厚になっております。ソースたっぷりつけていただきます。あのね、
ステーキこれでいいわ。めちゃめちゃうまいです。これはうまい。うまいです、本当に。柔らかい。豚こまってね、焼くと硬くなりがちなんですけども、すっごい柔らかいんですよ。なんでかっていうと、中までね、じっくり火を通してるからなんですね。すっごく柔らかいです。肉食ってる感が半端ないです。豚こまですよ。幸せがすぎる。ほんとやってほしいな、これ。豚こまとは思えないです、これ。 100g100 円でステーキが食えちゃう。こんな夢のような料理ありますかね。もうジンジャーソースがもう尋常じゃなくうまいです。はい、ジンジャーじゃなくうまい。ウイスキーの香りもね、すごいね、しっかりきてね、ウイスキーね、お肉料理合うんです、すごく。なのでですね、豚こまステーキ、ぜひ一度お試しください。はい、ではですね、先ほど、僕がね、エナジーを注入したこちらのですね、雷神のハート神社、全国のですね、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソンにて、全国発売中でございます。皆さんもエナジーをですね、注入して楽しいお料理ライフ送っていただければなっていうふうに思います。ゼロカフェイン、ゼロカロリー、ゼロシュガーなんですけども、自然由来の成分でですね、ものすごいエナジーが注入されるんですね。皆さんね、ぜひ僕と一緒にエナジーを注入しましょう。